あの男は覚えている。間違いなくあの場にいた。出てこい。私は死ねなかったぞ。あの時の続きをしよう。からかって遊んでるのか。こちらに注意を向けさせる。連携作戦のためにな。誰との狙撃手の優位な点は、相手の射程範囲外から攻撃できることだ。気がつかない間に距離を詰められるのは怖いだろう。ましてやそれが不死身の杉本なら悪夢だ。なんだ、今この建物に何か入ってきた。すぐそこにいる。草むらに潜んでいる熊の気配がするように。何か凶暴なものが飛びかかろうとこちらをうかがっている。向こうに一発撃たせる。次の弾を装填して引き金に指をかけるわずかな時間に懐へ飛び込む。この銃では一発当てたとしても倒せず撃ち返される。確実に動きを止めたかったら白兵戦だ。尾形、俺の手で片をつけてやる。鏡。当然接近戦への備えはある。誰だよてめえ。距離だ。距離さえあれば私は負けない。なんだよこれ、お前が書いたのか。